それができなければ終わりにしてほしい。誰かに。またかよ、これは。なんだ、聞いてやがったのか。エレン、聞いてくれ。もう十分だ。きっとこれから何百年先、誰もパラディ島に手を出せない。それほどの恐怖と破壊の限りが尽くされた。今なら不可侵条約を結んで終わりにできる。これ以上誰も殺さなくていい。島はもう大丈夫だ。僕たちが悪かった。エレンをここまで追い込んだのは僕らだ。エレン、エレン、あとは俺たちで何とかするから。もう俺たちのために虐殺なんていなくていい。ああ、そうだ。エレン！サシャのことでお前を憎んだけど、本当はお前だって悔しかったんだよな！なのにちっともお前の立場になろうともしなかった！エレン、私はあなたの罪を一緒に背負いたい。あなたと同じ罪が私たちにもある。だからもう、私たちを遠ざけないで。だからお願い、帰ってきて。だとよエレン、今ならケツに蹴り入れるだけで勘弁してる。おい、なんとか言ったらどうなんだ。地ならしは止まらない。パラディ島の未来を運に任せて放棄することもない。俺は進み続ける。おい、自由だ。お前らが世界の自由を守るのも自由。俺が進み続けるのも自由。互いに曲げられぬ信念がある限り、俺たちは衝突する。俺たちがやることはただ一つ、戦え。話し合いは必要ないと話すため。俺を止めたいのなら、俺の息の根を止めてみる。お前らは自由だ。なんだ、どうした。どうやら俺の予想は当たったようだ。どうしてもダメなのか。交渉の望みはついえたらしい。どうする。